ベルリン会議ベルリン会議は1884年11月15日から1885年2月26日までドイツ帝国の首都ベルリンで開催された国際会議。列強の今後植民地化をめぐる対立の収集が図られるとともに列強によるアフリカ分割の原則が確認された。ベルギー国王レオポルド2世は植民地帝国形成の第一歩として コンゴ植民地化に関心を寄せた。1878年、上コンゴ研究委員会の下で探検家スタンレイをコンゴに派遣、現地の調査や交通網の整備に当たらせた。すでにこの段階でスタンレイは数十の基地を設置し、現地勢力の長たちと様々な取り決めを結んでいた。こうした急速なベルギーのコンゴ進出に対し、以前より沿岸部の権益拡大を進めていた。 ポルトガルが反発し、1882年には、今後側川口地域における主権を宣言した。イギリスはこれを支持したが、アフリカ植民地化をめぐり、イギリスと対立していたフランスは、ポルトガルを支持せずに、ベルギーを支持する一方、自ら探検家、ピエール・ド・ブラザをアフリカ内陸部に派遣した。最初、ビスマルクの元にあった、ドイツもポルトガル支持を見送った。 このように各国の思惑が交錯する中、アフリカをめぐる一連の問題解決を目指し、国際会議がドイツのベルリンで開催された。イギリス、ドイツ、オーストリア・ハンガリー、ベルギー、デンマーク、スペイン、アメリカ合衆国、フランス、イタリア、オランダ、ポルトガル、ロシア、スウェーデン、オスマン帝国の計14カ国。全7章。 38条で構成されるベルリン協定が締結された。その内容は、今後盆地に関するもの、奴隷貿易の禁止に関するもの、植民地分割に関するものなどである。今後盆地の地理的範囲を確定させた上で、同地域の自由貿易と中立化、今後側高校の自由が確認された。レオポルド2世下にある今後国際協会は、 今後、盆地の統治権を認められた。これにより、ベルギー国家でなく、ベルギー王の資材といった形で今後は、扱われるようになり、今後国際協会の改祖に伴って、今後自由国が成立した。第六章において、アフリカ沿岸部における、植民地化の原則が確認された。一課に示すのは、その原則の根幹となる二つの条項である。この協定の締結以後、 アフリカを植民地化する場合は、ベルリン協定調印諸国にその内容を通告し、会議で確認された原則を遵守することが求められた。この会議を契機として、列強のアフリカ分割は本格化し、列強間の調整を通じた地図上での植民地分割が行われていった。ありがとうございます。